火力発電所では、沿道に多数の管を配置し、煙の余熱でボイラーへ送る水を加熱する装置を切断器といいます。胃の再熱器は、高圧タービンで仕事をした蒸気を低圧タービンへ送るために温め直す装置です。同じく沿道の余熱で燃焼用空気を温める装置を空気余熱器といいます。 絵の加熱器は湿りを含んだ蒸気から湿りを含まない蒸気にするためにさらに温める装置です。